はい、また釉薬調合していこうと思います。今回は白濁釉に酸化コバルトで、色をつけていこうと思います。今回のベース釉薬の調合は福島調石50、酸化ストロンチウム15、天草陶石35の釉薬になります。白濁釉、白く濁った釉薬がベースになっております。はい、まず福島調石を測っていきますね。次に酸化ストロンチウム 3g を測ります。酸化ストロンチウムは、本では炭酸バリウムというものを入れるってなっていたんですけれども、こちら毒性があるということで代用として同じような性質を持つ酸化ストロンチウムにしています。次に天草陶石 7g を測ります。はい、ベース釉薬が揃いました。こちら混ぜているところですね。混ざった材料を茶こしでこしていきます。こちら釉薬の本ですと水で溶いたものをこすってなっているんですけど、ちょっと私のテスト釉薬は少なすぎてですね、水で溶いたものを茶こしでこすというのは難しいので、この粉の状態の時にこしています。ふるいにかけるっていうんですかね。ベース釉薬ができたので 5g ずつに4等分してテストピース作ります。4種類ですね。お、すげえ。5g 1回で測れてテンションが上がっております。地味な作業の中のささやかな喜び。はい、4等分できました。次に添加する酸化コバルトを測っていきます。今回のテストピースの配合ですね。前回の動画と一緒で、私の電子ばかりがちょっと、安いものなので 0.1g 測るのが難しいので 0.4g を測って等分にして 0.2g と 0.1g を決めています。はい、ベース釉薬に酸化コバルトの添加が終わったので、素焼きのテストピースに釉薬を塗っていきます。はい、CMC はですね、素焼きの器に釉薬を塗りやすくしてくれますね、糊の役割で。ここからは、できた釉薬を水と CMC で溶いて塗っていく作業になります。今回は、前回と違って作業工程カットして見ているので、ショートバージョンで見やすくなっているかとは思うんですけれども、いろいろテストしてみて見やすい動画を作れるようにしていきたいと思ってます。テストピースは、塗る回数を変えて濃く厚く釉薬が塗られるところと塗られてないところなどを作っております。テストピース完成しました。これを1250度で焼成していきます。はい、焼き上がりがこんな感じになりました。上の 4E って書かれているものが今回のテストの釉薬の結果になります。
ご視聴ありがとうございました。